そして逃げ足の御事が名忘れ彦を注意して基準という、結局前の時代の歴史と神武統制の歴史と重ねた部分ですね。これもだからほとんど日本書紀が作り上げたイデオロギーです。でこれはもう最後の説明になりますが、結果から言えばということで、その古代の話と神武統制、筑豊統制が一緒になってますよということで、ただ大事なことはこの最後だけ追っかけといてください。ここですね、長常彦に示したことにあるとあって、造作、これ造作です、造作の疑惑濃厚だが、神武が天神の、つまり逃げ足の御事ですね、の正当であることのプロパガンダとして必要不可欠の説話であったらしい。つまり天孫の子孫の神武、二々の御事の子孫と思われる神武が、本家にぎはやひの御事の建てた豊国犬国を滅ぼしたわけですから、でもただ滅ぼしたんじゃなくて、私はその犬国の開祖であるにぎはやひの御事の正統の跡継ぎですよという、そのプロパガンダ宣伝のために、その天神の物語を神武の統制のところにやっぱり取り入れてあると考えるしかないんだと思うんですよ。だからこうやって歴史書って作られるんですよね。それを考えていただきたかっただけです。で、犬国との最終決戦で、これもだからですね、強いて天孫に腐敗した造作で天神ではあるが、聖景の明らかならぬ神であるというのが、岩波書店の日本書紀には書いてあります。当中です。だからやっぱり今までの通釈側の先生たちは、この天神とか天孫とかいうことの本質がちょっとわからなかったみたいですね。でこれは日本書紀の一文ですが、ここですね、にぎはやひの御事、元より天神年頃にしたマークはただ天孫のみかということを知れりって、こんな変な一文が入ってるんですよ、日本書紀。どういう意味ですか？だから一応ここに訳してあるんだけど、天神が痛切に心配なさるのは天孫のことだけである。わかります？意味がわからん。わからんでしょ。だから私が解釈したのは、天孫こそが天神の正統の後継者であることの宣伝に努めていることがわかる。これが私の分析です。そっちの方がわかる。うん。で、だからこういうことです。だ天神ではあるが、聖景の明らかなる神であると、日本書紀を書いた先生たちは言うたんですがね。だからここで天神、にぎはやしと天孫、にぎぎの御事が、この筑豊の土地では見事にすり替えられるわけ。だから先生たちもなんかおかしいねっちを持ってるわけですよね。おかしいと思った。ただそれをスパッと解けなかったね。で、それを私が、まあちょっと批判して、病、高校にいるような誤病に陥って治る見込みのない士官の露呈に置かないと、ここまで言い切っちゃったわけです。だから大事なことはむしろこっちですよね。この後だから神武さん、もうごちゃごちゃ、これは難しいですからね。これは私ですから。これはまあ後で出す本で読んでください。はい。で、これがその、先代九字本紀に残った物述べしと天皇家の系譜を考えた時にですね、実際には長常彦じゃなくて、ここに逃げ足の彦がいますね。天野家具山の彦がいますね。天野村久保の彦がいますね。天野押戸の彦がいますね。ここに沖津よその御事という世襲制の世襲という字が書いてあるんですよね。この人の時に、まあ、神武が、この天野押戸の御事を滅ぼして、そして同じく逃げ足の血は引いてるんですけど、この沖津よその御事が、まあ、神武に基準したんじゃないかなと思われるのが、まあ、仙台九字本義と、それから物述べし、河内物述べし、それから海府終わりし、これらのこの家系図からちょっと読み取れるんですね。まあ、ということをちょっと書いてるだけです。だから間違いなくこの土地に犬国、にぎはやひの子孫はいました。片方、絵式はやられたって書いてあったでしょ。
手式は殺されましたね。落とし木、基準しましたよね。この落とし木が仙台九字本義に言う興津よその御事ではないかと、私はそう推測してるだけです。これも証拠はありません。こうやって物の部氏の家系は残ります。神武の統治下に、これは重要です。神武の統治下に物の部氏は残ります。しかも直系に近いのは残りますよ。残りますよね。これがこの次の多義氏耳の御事と賀茂中耳の御事、水勢天皇が多義氏耳の御事を暗殺するという話につながりますよ、多分。はい、そういうことでございますね。あとこれで、ね、犬国曹洞戦ですね。残族の退治です。で、祖父の阿方の畑の岡崎の新木戸部とかですね、ワニの坂下に小瀬の堀とかですね、犬国の残党を退治して回ってますね。その場所がですね、大体分かってます。まずさっき言った祖父の阿方は、この添田町ですね。で、ここのところに皆さんご存知のこの新城という交差点がありますね。これ、新木戸部の新木です。で、ここに畑と名前のつく地名がずらーっと並んでおります。これが畑先です。畑先の新木戸部です。で、ここに庄原遺跡という、槍ヶ穴の鋳型が出た遺跡なんかがありますね。だから遺跡、弥生時代の遺跡と、そこにいた人たちのことを考えると、神武統制の残党退治もちゃんと史実として確認されます。というだけの話です。祖父の阿方、添田町ですよ。畑の岡崎、畑ですよ。新木戸部、新城ですよ。って、こういうことでございますね。で、これが最大の激戦地だったということですね。で、それで、もう全部、やっつけて、それで、褒美をね、最後与えていきます。で、その褒美を与えたときに、いろんな地名が出てくるんですがね。その地名なんかもこう全部分かっていくわけでございますね。で、ここで、いよいよ都づくりに入りますときにね、我東を打ちしよりここに6年になりたりと、これも日本書紀ちゃんと書いてあるんですね。ただ、神武天皇記の中にここだけ一箇所、生成したもっていう、統制に対して、生成って言葉がね、日本書紀に一箇所あるんですよ。これ第二次統制は結果的には彦山から降りて清々だったでしょ。確かに。ほら、日本書紀嘘書いてない。これ奈良県の方に持って行っちゃうと、これ北伐ですよ。北伐、これも大体分かってるんでございますね。まあ、そういったことも細かく書いてあるわけです。で、ここで生成も中津国もない統制ということで、これダメですよって言ってるだけです。はい。で、その、出てくるね、細かい地名を探り当たったらですね、例えばこの木とか糸ですか、木だとかですね、この木田号というのはどうもここの、カナダあたりではなかったかなという、これも日本書紀から割り出した地名ですね。田川軍師に出てくるこの平安時代の木田号というのは今のカナダの書。鎌倉の時代にカナダの省に変わってるから、多分ここでしょうという、それだけのことです。神武天皇家をやってたら意外と気づいちゃいました。ああ、なんだ、平安時代の名前が鎌倉時代にもう変わってるわ。これ田川軍師やってる人で誰もこの木田号どこかって言った人意外といないんですよね。これカナダってこれ読み方変えたら木田でしょ。金田、木田でしょ。だって河原町の金部川、木部川ですもんね。結局木田ですよ、これ。はい、こういうことも実際分かりました。天の影山大丈夫ですね。武田羽安伊藤号、これ伊藤八幡がある方ここですよね。このどっかに羽安があるはずなんですよね。で、これは神武天皇家が考えてるだけです。それは慶筑方面の神武統制があったんでございます。